その地震の後気を失ったと言ったな。イエスサー。サーと呼んでも扱いは変わらんぞ。どの道拷問するからか。前とはやり方が変わった。暗い部屋に閉じ込めとくだけだ。そりゃいい。気を失っていた時間は？気づいたら夜だった。ラジオが聞こえてた。気絶していたのは6時間か8時間か思い出すんだ。あれは列車か。ここはハンターズポイント。質問に集中してくれないか。這いずり出てもまだ朦朧としてたから覚えてない。真っ暗だった。這いずり出た。埋まってたのか。その時見たんだ。暗くて朦朧としてたのに。これは誘導尋問か。つい話に引き込まれただけだよ。軍曹、主導権は君にある。どうだかな。外は暗く君は朦朧としていた。地震の後その状況で何を見た。待てよ、いい考えがある。君が選べ。選ぶ。何をだ。わかるだろう。どっちだ。生きるか死ぬか、どっちがいい。ミスター、イムジرفتن؟ نمیتونن زیاد دور رفته باشن.
اونجا تیر بزنید. اونجا بکشید لامصبو.嘘だろ。ブラックバーン。あえて嬉しいよ。今から30分後、ここは地獄絵図になる。行くぞ、ここを出るんだ。 ミスフィット、こちらは13。あと少しで集結地点に到達できる。建物がないと街の様子がまるで違うな。 ドアを任せろ。行くぞ。ミルネットによると街中で暴動が起きているそうだ。それとイランでのクーデターもな。あなたの隣人 PLR の提供でお送りしましたっていう。